でもシナモン強いね。だってシナモンとさポチャッコの票数の差がやばい。もうなんかびっくりした。シナモンが強すぎて100万くらい、100ポチャッコが140何万で146とかかな、146万で何秒かで、でシナモンが230何万。そうびっくりした。もうシナモンすごすぎて。プリンくんはね210何万ぐらいだったはず。めっちゃ強いシナモン強っ。でもね、そう10位内に入ったから、コギミョンが一番くじで、そう出るからね絶対。一番くじもね、ランキング上位だったキャラクターが出るんですよ。一番くじ、今度の三流キャラクター大賞の一番くじが出て、それに上位だったら景品で出るんですよ。だからね楽しみ。9月ぐらいに多分出るはず。楽しみ。あとアプリも出るしね。6月下旬に出るって。アプリリリースされるらしいから、もう絶対ダウンロードしようと思って。そう今日言ってたの、今日のその結果発表の配信で言ってて、それ楽しみ。カフェもするのかな、なんかそれなんかしたいみたいなこと言ってたよね、小木が。楽しみだな。小木のアプリね、小木のアプリあのね、課金っていうよりねあれなんですよ、なんかそのグッズをそのアプリ上で買えるみたいな、アプリ上というかそのアプリの中で買えるみたいなやつで、そのなんかね写真を使ってバーチャルでその自分の部屋に置いてどんな感じ、なんだろう、そのどんな感じになるかとかがイメージしやすいよみたいな、多分アプリで。そうだからね、まあ、買うかわかんないけど、その商品を買うかわかんないけど、アプリをダウンロードしようと思ってて、欲しいなと思ったら買っちゃうかも。そうまだね、どんなのがあるかわかんないから、なんかいろいろありそうだったし、そうまだわかんないんですけど、まだ6月下旬だから、楽しみ。絶対ダウンロードする、インストールする。風がAR 機能、そう AR 機能を使って ARなんかそうカメラで自分の部屋にその商品置いたりとかしてやるやつ。風が強いな。そうポチャックもね3位で、こういう10位でしょ。モップくんは何位だったっけ。モップくんもちょっと待って、ね、モップくんちょっと待って、見てみるね、今じゃあ。モップくんで、なんか去年ぐらいに、去年いつだっけな、もっと前だな、なんかね、好きになってね、まあ投票はしないんですよ、モップくんには。もう小ゲミにしか投票しないって決めてたから、しないんですけど、モップくんもね、順位が結構。上、あ、間違っちゃった。
上なんか思ってたよりはそうよかった。どこだっけな、ちょっと待ってね。どこだっけ、もうちょっと今ね探してるんだけど待って見つかんない。ちょ、うん、どこ行った、モップくんいた21位。まあまあ上だよねモップくん。だって80位中21位だよ。まあまあ上じゃない、マルモフ日和のモップ。嬉しい、可愛いね。あとはねこのキャラクターも可愛い、でも言いづらいんだけど、ね、にゃにニューニャニョン、にゃにニューニャニョン言いづらくない、にゃにニューニャニョンっていうキャラクター、にゃにニューニャニョンっていうこの猫のキャラクター、猫ちゃん。このキャラクターも可愛い。このキャラクターは35位。し、あ、モップくん、私19位にしてたけど21位だった。なんか微妙に合ってない。微妙に違う。マロンクリーム。マロンクリームを私20位にしてたけど23位だった。なんかあれだね、微妙に当たんない。待って、ウサハナは当たってる。ウサハナ、ウサハナ24位にしてて24位だ。ウサハナ当たってる。あと何が当たってんだろう、ちょっとね、ちょっと80位まで確認してみるね。でもこれ本当当てるの難しい、全然当たんないね。なんかちょっとずつずれてる。私、当たんない。だって今のとこウサハナしかいないんだけど当たってるの。違うわ、全然当たってない。ダメだな。ジュエルペット33位だったの意外かも。結構私もどこ行った、あ、ダメだ、全然当たってない。全然、あ、それシナモンか、シナモンとウサハナだけ。やば、え、全然当たんない、やば、え、でも一切当たってないんだけど、ウサハナ行こう。え、あ、待って、当たってるの発見した。ゴロピカドン、このこのキャラクター43位にしてて、ね、予想も43位。やっと見つけた。やっとだ。あ、え、待って、また当たってる。リルリルフェアリルっていうキャラクターの妖精みたいなキャラクターが45位。45位、うん、予想と一緒。ここら辺は当たってんな。でもなんか、あ、でも当たんないわ。それ以降違う。え、あと待って、また当たってるのあった。パウピポ、え、後半の方が当たってるの、なんで。パウピポっていうキャラクター、なんかキリンみたいな、このかわいい、このキャラクター、このキャラクターが48位なんだけど、私の予想も48位だった。意外と当たってるな後半。後半の方が当たんないかと思ってた。惜しい。このキャラクターシュガーメヌエットっていうキャラクターが49位にしてたんだ、49じゃない、47位にしてたんだけど49位だった。惜しい。ちょっと待って、あと当たってるの見るね。いやー、当たんないな、ちょっと待って。
当たってない。うん、54、55。うん、違う。56、57。あー違う。でもこの何、新幹線も、新幹線かな、違うな、どれだっけ、どのキャラクター、柏あんこ餅惜しい。57位で予想してて55位だったその惜しいのめっちゃある。58、違う、59、違う。でも思ったより当たんないね。もっと当たるかと思ってた。これ惜しい。ちびまるっていう、なんかワンちゃん、犬のキャラクターが、私は60位に予想してたんですけど61位。めっちゃ惜しくない？惜しい。ちょっと待って、当たんないなこれ。あったあった、当たってるの。チョコキャット、チョコキャットが64位に予想してて64位だった。これ惜しい。ザ・ボード・ビルーティオ66位に予想して65位。めっちゃ惜しいのある。惜しい。ちょっと待って、当たんない当たんない、こっから全然当たんない。でも惜しいの、ほんと1位違いなのがもうめっちゃいるんだけど、この梅屋雑貨店も1位違いだし、この新海賊は1位違いじゃないけど、何に予想してる、私67位、70位に予想して67位。惜しい惜しいのめっちゃいるんだけど。69位何に予想してる、あ69位分かるか、ん ?68、6で惜しくない、惜しい惜しいよね。なんかどっちかで、その予想の方か、このキャラクターの対象の結果の方で見た、さっき見たなってキャラクターがめっちゃいるんだもんあー違う、でもなんか惜しいよ。こっから当たってないかも、あんま。あー違うな。惜しい、1位違いが、あーもう当たってないわ。待って、やばい、私さ78、79、80位のキャラクター全部さ1位違いで予想してる私は78位にリトルラビンってキャラクターを予想してたら80位で、1位違いじゃないか、なんかもう3人予想してるのは合ってるんだけど順位が違う。79位にチョボットってキャラクターだっ、79位に予想してたのが78位で、80位に予想してたスポーティングベアーズが79位。めっちゃ惜しいんだけどで、見てこのキャラクター、このこれだと、これじゃん、髪汚いで3位ほぼほぼ一緒なんだけど、でも順位が違った。めっちゃ惜しい。いい線ついてるよねなんだろうね、その大体は合ってるんだけど順位が違う。めっちゃ考えてやったのに全部ちょっとずつ違うっていうおいしいな
マップくんも美味しいしね。19位に予想してたのが21。でも何キャラ、なんえシナモンとウサハナと何当てたっけ私やと。リルリルフェアリルとあゴロピカドンとあのキリンのなんだっけ名前忘れちゃった。とパウピポ、バイ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 。携帯が倒れちゃった。パウピポだっけ当てたの。それ以降確かいなかったよ。あとはこのキャラクターだ。64位のチョコキャット。そう当てた。でも意外ともうちょっと当たるかなと思ってた。意外と当たんないね。難しいこれ本当当てるの。難しい。これ、ね、何日間かけて選んだんですよ。うん。でもね難しくてね結構ね最後の方ね本当に分かんないの。最後の方の順位適当に選んだけど意外と良かったみたい。そう、コギリンを7位にしたのは中間の時、その時出てた最新の中間のやつが中間2回あるんですけど、中間発表その1回目の発表なの2回目の発表の前に予想したから、その時はね7位だったの。中間発表が速報かな、速報か7位だったから7位にしたんですけど10位だった。残念。惜しかったな。1位から5位惜しくない。2位と3位逆で4位と5位逆。でも1位から5位当ててる人多そう。人気のキャラクターだから当たってる人多そう。全問正解者、全問正解者は多分ねいないと思う。いても三流の関係者じゃない。ニアピンしよう。ニアピンだね。キャラクター合ってるんだけどな、そのベスト5。うん、順位が違うんだよな。もし難しいね。でもなんか意外と後半の方当たってたからもういっか。前半はもう当たってない。前半は確かにキャラクターは絞られるけど人気のキャラクターだから順位が本当に難しい。順位難しい。そうキャラクターもね当たるんだけどね。よかった後半結構もう本当に最後の方は結構適当に埋めちゃったから当たっててよかった。何キャラクターか1位違いとか2位違いでもよかったよかった。当たってる方だから。あとね昨日の夜ねぷよぷよしたんですけど、なんとね記録を更新しまして、どこだっけ、あの連鎖はねそんなやってないんですけど、6、7連鎖ぐらいな、6連鎖ぐらいかな。なんとねじゃーん、29人抜き。あと1人で30人だったのに、ちょっと相手に4連鎖を 2回ぐらい
2、3回やられてちょっとお邪魔ぷよがめっちゃ来ちゃってもう無理だった。19人、昨日の夜なんかねしてて、したら29人、8人、そう8人増えたの、やったそうでも4連戦2回はさすがにちょっときつかった。うん、めっちゃ来たもん、お邪魔ぷよがドーンって来ちゃって、めっちゃお邪魔ぷよが積まれてね、いやもう着せない状況でぷよがもう諦めちゃった。そう、もしあと1人ぐらいちょっとやりたかったな、したら30人抜きだったのに。もし、さっきの夜にねやってたら29人できた。でも分かんない、でもねこの29人抜きする前はお一人抜きとか0人抜きとかだった、夜やった時何回かして29人だった。なんだろう、本当になんかその時の運次第。なんかね、そう、ほんとその時によってめっちゃできる時と全くできない時がある。ほんとできない時0とか1とか差がすごい。その時だな、髪の毛その波があるんですよね、なんか、うん、そうだから昨日は29人になった後にどの後やっても多分どうせできないだろうなと思ってやめた、そこでそこでやめといた、そうできない気がしたから。30人チャレンジ、30人、でも、ね、30人難しいよ、29人でも難しかったもん、なかなかできない。なんかね強そうなキャラに負けた、誰だったんだろうあれ、なんか名前ちょっと待って、ちょっと待って、なんか本体更新になっちゃった、更新しちゃった再起動になっちゃった、まあいっか、後で見よう。よいしょ、ちょっと見てみよう。なんかね強そうな、強かったんだけど見た目も強そうなキャラクターに負けた。強そうな、うん、強かった、強いキャラクターに負けた。なんだっけな名前、なんかね、ぷよぷよ、うん、ぷよぷよしかやってない最近スイッチで。マリオカートもなんかやってたんだけどあんまやってないですね最近。ぷよぷよの方が楽しい最近は。どれだっけ、あれどれだっけ、あ、いたいたいた、これだ、ヘド、ヘドっていうキャラクター、悪魔のロックバンド5人組のボーカル担当リーダーとしてみんなを引っ張っている自信家だか実力も確かってロックバンドらしいロックバンドのボーカル担当らしい、ヘドっていうキャラクター、悪魔のロックバンド、悪魔な、悪魔だって悪魔、悪魔のキャラだった。トルネコ最近やってない、ぷよぷよしかやってない最近。今日お風呂、今日お風呂まだ配信終わったら入ります。
のプロフィール読んだ今。悪魔のロックバンド5人組ってあと4人誰誰あと4人あ、でもこのキャラも強いね。サタン、これもあれじゃん、悪魔じゃないの。ピオ地獄を想像したボスらしい。ピオ地獄大きな力を持っているせいか、ちょっとした思いつきで大混乱を引き起こしてしまうこと。それは強そうだわ。なんかいるかな、他なんか。もう分かんないや。悪魔、悪魔っぽいキャラクター、え、この中にいないな。スケトウダラも強いんだよね。手足の生えた巨大な魚、朝から晩までいつでもダンシング、ちょっと強引なところもあるけど、どこか憎めないやつらしい。魚、巨大な魚だって。悪魔、悪魔、これしかいないかな、このキャラクターセレクトの中には。多分いない。うん、それだけだわ。ふふの敵って、ね、この勝ち抜きのやつ、もう永遠に出てくる、これは。ずっと出てくる。いろんなキャラが出てくるんだけど、同じキャラができてきたりとかもする。2回連続はないけど、さっき出てきたキャラがまた出てきたりとかも。いつも使ってるキャラはね、普通に絵が好きなだけなんですけど、キャラのシェゾっていう男の子のキャラクター、なんか可愛い。え、このシグって男の子のキャラクターも可愛いんだけど、なんとなくシェゾの方が好き。そう、だからそうでした。あとウィッチも可愛いね。これも迷ったわ、ウィッチ。そう、最初何でしょう。ただただキャラクターのこの絵が好き、顔その可愛い感じのキャラが好き。ウィッチも可愛い。テレビっていうキャラクターも可愛いね。人魚だって。このウィッチは宝器を持った魔法使いの少女、魔法使いらしい。そう、あと迷ったのはそれかな、最初。うん、どういうこと、どういうこと、言ったっけ今。え、分かんないや。最初もやったのはシェゾとシグとウィッチとセリリ、そう、どれにしようかなと思って結局シェゾにした。あ、ウィッチって名前が魔法使い、どういうこと、ウィッチって名前が、あ、名前、ウィッチ、
ウィッチ？ウィッチの意味が魔法使いって意味。シエルちゃん、シエルちゃん、シエルちゃんいるかな。シエルちゃん、え、シエルちゃん、シエル、あ、いた、かわいい、確かに。あ、この子なんだっけな、登場した時なんか言うんだよね、なんだっけね、忘れちゃった、なんて言ってた。光の学園生徒会の会見、彼女の計算あまりにも正確で、あまりにもきっちりしすぎてしまうこともって、かわいい、確かに。このね、アリー、アリーかな、キャラクター登場する、あ、間違った、なんか決定しちゃったのキャラクターのね、登場した時のね、言うのが可愛い。なんて言うんだっけ。さあ、あ、絶対これだ、このキャラクターだ。どんなこと毎日から終われば解決できると信じている。だから絶対このキャラクターだよ。さあ、練習しましょう。そう、このキャラ、このキャラもまあ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 、うん、強いっちゃ強い。攻撃に特徴、これ特徴あるのかな、わかんないよ。あ、何をした私。キャラごとに能力違うのかな、わかんない。なんかでも一緒っぽいけどな。一緒っぽい、一緒っぽい、わかんないや。そう、なんか4連鎖とかした時の有効とは違うけど、スピンシードみたいなこと言ってるシェゾは違うっけ、スピンシードみたいな的なことを言ってる。なんて言ってたっけな、それしか覚えてないんだよね。なんか何種類か言ってるの、何連鎖かできた時、忘れちゃった、それしか覚えてない。どうしようかな、30人抜き目指して、昨日29だった、何回かやったらいけないかな、したい。30人抜きしたい。シェゾでやろうかな。でシェゾしか使ったことない、音出しちゃった、間違っちゃった。じゃあやろう、シェゾで30人抜き目指したい。昨日の夜はね、もう今日なんですけど、でもやったの12時超えてたから29人、めっちゃ惜しくない29って。もうちょっとで30だったのにさ。なんかえ、お邪魔プーめっちゃ来るじゃん。めっちゃ来る、あ、どうしよう、あ、やばいやばいやばい、私が欲しい色が来ない、来た来たけど、
三連鎖。よかった、おじゃんぷよ来てやばいって思ったけど、相手を倒せた。ラッキーだね。三連鎖。間違えるとこやった。危ない危ない。2、3、4、4連鎖。もう4連鎖ぐらいで今日この夜やった時倒されちゃったから、4連鎖ぐらい狙っていこうかな。もうそんな連鎖しないでやっていこうかな。あんま連鎖狙わずに。3人抜きです。3人、まだ3人うん、4人。感じに持ってるじゃん、連鎖の数。そうだけど、そんなレンズしてないけど、きっと大丈夫。今は5人抜き。2、あ、2連鎖だけど、同時に何色か消した。同時に消しちゃうとさ、連鎖が続かないんだよね。その分ぷよが消えちゃうから。難しい。
2連鎖。また2連鎖でもあれだから続かないんじゃなくて続けてないだけだからそう、あでも5連鎖だわ。意外とできたなそう、ゼロ投はできるだろうけど、あんまり積んじゃうとね、お邪魔プロが来た時に負けちゃうんですよね。それがあれだから、積んでないだけ言い訳。感じに詰めてたのかも。そろそろ消さないと、きっとこれは自滅しちゃう。3、4、4滅。お、今10人抜き。意外といいんじゃない？あんまり積まないっていう作戦そう、積んだ方がね、それはできるんだけど、連鎖ができるんだけどね、自滅をしちゃうんですよね自滅回避のため。できないな、連鎖がいい感じにできないぞこれは。どうしようか。どこ消そうか。いい感じに詰めてない。一回消しちゃった方がいいな。しちゃった方がいいけど、うまく詰めてないから消えないんだよね消えない。高くなっちゃった。消さなきゃ。4連鎖意外とできた。うん、いい感じに消せてる今。よかったよかった。さっきね、なんか
なんかね、微妙な積み方をしちゃってて連鎖が起きない積み方になってたから消したかったんだよね。だからよかった、消せて。やばい、あ、びっくりした、え、うん、あ、びっくりした、なんかめっちゃ相手がなんか必殺技みたいな出した、ひたしたやっと深かったからめっちゃ連鎖したかと思ったけど、私がその前に4連鎖しといたからよかった、来なかった、よかった、危ない、危ない、先してなかったらめっちゃ来ちゃうとこだった、よかった。アセットでも一瞬やばい、負けちゃうって思ったら違った。アセット、欲しくないとこにマジマップがいっぱい来ちゃう、いっぱい違うな、うん、来ちゃった、三連鎖、もう今15人抜き、結構いい方かも。なんかいつもね、だいたいね、こう始めた時一番最初、このやり始めて一番最初までだいたいね記録が良くないんですけど、今回はいいいつもよりいい感じ、よかった、ちょっと頑張ります、30人いけるように。でももうちょっとそろそろ敵が強くなってきちゃう、難しいね、敵が強くなってきちゃう、そろそろ。勝てない。やばい、おジャンプが。むず、紫が来てほしいの、来ない、あ、来た来た来た、やばい、適当に積んじゃった、紫来てくれたのはいいんだけど、何積んでた、キーボー、よかった、うーん、どうしようか、イレンサ、うーん、いい
きね詰めすぎてて自滅しそうになった。危ないよくやっちゃうんだよね。そうだから今回はあんま積まないって思ってたのにお味噌みたいに積んじゃった消えちゃうわ今17人抜き。結構続いてない今回。ダメだな、連鎖ができない。これは1、2、3、4、4連鎖まあまあいいかも。やばい、黙っちゃう。ぷよぷよしてたらめっちゃ集中しちゃう今18人。さっき1人どうした。やば、めっちゃ連鎖起こしたじゃん相手。やばい、倒されちゃうよ。やばい、なんか少しずつ消していってるな。積み方間違えた。3連鎖か。3か。今19人。だけど多分相手強い。これめっちゃ早い積むの。やばい、負けちゃう。めっちゃなんかめっちゃ早いんだけど積むの。
かしいな、連鎖できると思って積んだのにできなかったおかしいな、あまたできなかった、やばいやばいやばい、来ちゃう来ちゃう、ぷよが落ちてきちゃう、お邪魔ぷよが、2連鎖ぐらいしかできないんだけど、どうしよう、2連鎖やばい、そろそろ強いか、あ、もう待って21人だよ今、気づいたら21人、あとちょっと30人まで、今日の目標は30人抜き、もうちょっとだけど強い、なんかもうちょっとずつね、お邪魔ぷよが来るのいっぱい来るわけじゃないんだけど、お5連鎖いっぱいじゃないんだけどね、でもちょっとずつ来るのでもねめっちゃ嫌ちょっとずつ来るのも嫌だ、3連鎖でも結構お邪魔ぷよ行くよね、これ多分相手のところに、よかったよかった、あんま詰めてなかったけど3連鎖できたから、いいや、お待って今23人、もしかしたらいけるんじゃないこれは、音が言ってたら負けそう、やばい真ん中めっちゃ積んじゃってる、私こんな積んでたらやばいなんか真ん中積みやすいからさ積んじゃうんだよね、でも真ん中積んだらさ積みすぎちゃったら真ん中のその×のところまでぷよがいったら負けだから、到達したら負けだから負けちゃうんだよね考えなきゃ、相手も強いな、うん強い強いよ、なかなか倒せないぞこれは、お倒した、お今何人抜けだこれ、24、あとちょっとあとちょっとで、ね、30人、難しいよ、相手が多分強い、今の相手、戦ってる相手が強そう、すごく
ん、気づいたら詰めすぎてた。お、25。絶対詰めすぎてる今消さないと。間違った間違った間違っちゃった。違うとこに置こうとしてたところじゃないところに置いちゃった。26人。お、27？ 27。記録更新できるかも。頑張ろう。間違った、めっちゃ間違っちゃう。さっきからあカーソルめっちゃ下手じゃん、移動するの。まあ消せばいいか、あとで。うん、で、感じ、感じ。2連鎖。あ、やばいやばいやばい。相手が多分連鎖した。よかった。ちょっとだけいい感じにはなったけど。え、強い強い、待って、この相手強いよ、強い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 、この相手。あー、待って、強い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 。3、4、5。お、5連鎖、5連鎖できれば、うん、勝てたけど、また強い相手で、あー絶対強い、これもう積み方で強いもん、早い、積むのが、速度が違う、もう強いじゃん、絶対絶対強い。全消しって出てた、どういうこと。やば、やばいやばいやばい、え、負けそう、あ、負けちゃった。聞いて、29人でした。惜しい、めっちゃ早かったもん、積むの相手。勝てない、惜しい。だって見てよこれ、見て、このこれ、この赤いさ、お邪魔ぷよの
めっちゃ消した相手だから絶対めっちゃ消してた。何連鎖したんだろう、6ぐらい、6、7ぐらい、違うな、2回連続で、連続でこう何連鎖かしたんだよ。1回来てその後また色がついたから、その後5とか5連鎖4連鎖を2回連続でしてきたな。強っ、強っ、めっちゃ強かった全然さお邪魔ぴょんなかったのに一気に積まれちゃった。追いつかなかった連鎖が楽しい。あ、こいつだ、あら、このサタンだっけ、はい、4連鎖、4連鎖2回したのか、じゃあ最大4連鎖強。トータル試合時間30分53秒、なんかめっちゃしてた、30分もしてたな、長やめよう、ごめん、集中力が持たない。強かった30人目強っ。でも29人抜き、昨日と同じ記録だったからいいかな、惜しかった。惜しい、あとちょっとだったのにな、めっちゃ悔しいなんか積むのがね、もうその全然迷ってないみたいな、お前コンピューターだからだろうけど、めっちゃ早かった。でもなんかさ、コンピューターとしか対戦したことがないのね、ぷよぷよ最近ちゃんと始めて。一回だけマネージャーさんとひなこと3人でやったことあるんだけど、それ初めてだったから本当分かんなかった。だからね、また誰か人と対戦したい人とでもいい方じゃない、初めてさ、まだ何週間、いつ始めたっけ、先週じゃない、始めたの違うっけ、1、2週間、2週間ぐらいか、2週間は違う、2週間ぐらい始めて、違うかな、多分2週間ぐらい、成長した。もっとじゃない、これ多分ね、スイッチライトだから、同じこれね、同じソフト持ってる人じゃないとできない、あのスイッチですればできるんだけど、スイッチの方はね、弟と妹がずっと使ってるからね使えないんですよ。そっちの方ですれば、そのコントローラー2つとか3つとかでしてしたりできるんだけど、オンラインの契約、オンラインの契約はしないしません、絶対しない。今度誰か人としたいコンピューターじゃなくてコンピューターも楽しいけど、普通に普通に楽しいけど、人と対戦がしたいな。大会、大会もね出てみたいけど怖いんだよね、人と対戦したいことがないからもう、なんかレベルが違いそう誰か、そう、ゆきちゃんはね、このぷよぷよとぷよぷよなんだっけ、テトリス、ぷよぷよテトリスの方持ってるんだけど、ひなこどっちか分かんないなんか普通のぷよぷよか、でもなんか2種類あるのね、ぷよぷよが、ぷよぷよと普通のぷよぷよ e スポーツの方とぷよぷよテトリスの方があって、2種類あって、私はぷよぷよの方を買ったのね。ぷよぷよテトリスと e スポーツでもできるのかな、通信みたいな、同じやつじゃないと無理なのかな、わかんないよ。大会
回こそオンライン契約ないって言ったら、多分ね、多分出るってなったらね、自分のこれから出るってわけじゃないと思うんだよね。だから多分大丈夫、自分のこの端末からではないと。よいしょ、画面が汚い。持ってるんだろうね、知らないんだよね聞かずに買っちゃったから、もうその場でこれいくわと思って買っちゃった。18分だ。バトフェスの、あ、そうだ、バトフェス、そう、バトフェスの16日からポップティーン選抜のやつが始まるんですけど、バトフェス、あと、そう、今はそう2001年生まれまでの方のメンバーのキャンキャンだっけ、これキャンキャン選抜やつやってて、2002年生まれから、ちょうど私2002年生まれなんで、私はそのポップティーン選抜の方になるんですけど、その上位、ちょっと待ってね、何位だったっけな、上位3位だった気がする、ちょっと待ってね、忘れちゃった。プティーン選抜、プティーン、あ、間違った、消しちゃった、プティーン選抜、うん、めっちゃごじる上位戦、あ、合ってた、上位3人、6月16日から始まりますので、ぜひ6月16日から6月30日まで上位3名が各紙にモデルとして登場します。私はポップティーの方なんですけど、とりあえず上位 3位に入ったら、そうね、内容はね、ちょっと待って、AKB48 メンバープロデュース、女性の支持が高い漁師が AKB48 メンバーをプロデュースし、いつも違う魅力を示してみせてくれるかもしれませんって、そう、プロデュースしてくれるみたいで、そうやってみたいなと思って、雑誌出てみたいので、私もね、バトフェスたくさんしようと思ってるので、ぜひ皆さん一緒にしましょう。バトフェス頑張りましょう。上位3位なので、そう、そう、1位を目指さなくても別に3位以内に入れればいいので、そうなので、ケンケンの対象メンバー少ないんだよね。どうだったっけな、ちょっと待ってね、メンバー全員見てないから分かんないや、少ないのかな、分かんない、あ、でも確かになんかその2002年以降だから、そういうので見ると年は多分2002年でしょ、19歳以下になるのかな、だからないかもしれない、わかんないよ20歳以上のメンバー多いイメージあるから、バトフェスあんま詳しくないのでね、私もちょっとやっていきながら、ちょっとね、いろいろ学んでやりたいと思うんですけど、一緒にやってくれたら嬉しいです。16日からなので、今8日でしょ、あと8日8日あるので、それ前にちょっとね、いっぱいやっといて、そう、強くしとかないと
飛んじゃった。メカデートリバー。ゲルドは上位ギルドの上位3ギルド、上位3ギルドのポイントが加味されるから3つはギルド作りたい。私ちょっとね、ほんと詳しくないからよくわかんないんだよね。なのでぜひ皆さん教えてください。多分ファンの方の方が詳しい。あんまね、バトフェスのイベントに参加そうあんまねしたことがないから。なんかの時間でしょうか。あと55分になったらランキング読みます。あと2分、2分後にランキング読みます。思ったよりぷよぷよで時間使っちゃった。30分してたらしい、ぷよぷよ。いや、そんな長時間してると思わなかった。16人1チームで対戦するのがギルドバトル。あ、16人1チームで対戦するのがギルドバトルね。ありがとう。ちょっと私もいろいろゲームやって知っとこう。それがぷよぷよのマルか。ぷよぷよなんか気づいたらめっちゃ時間経ってるんだけど、なんかしてたら普通に1時間ぐらい余裕でやっちゃう。ぷよぷよ選抜欲しい。ぷよぷよ楽しそう、みんなでするの。なんか20人抜き、29人抜きで30分ぐらいしてた。モハンならもっと時間かかれる。確かにモハンはなんかめっちゃ長時間やるイメージがある。なんで詳しくないイベント参加する。プティンセンも、なんか普通に、なんだろう、あんまそういう、なんだっけバトフェスのイベントにはこう自分からこう参加しますみたいな感じで参加したことはないんですけど、そう今回ねポップティーンその雑誌だから、そう出てみたいなと思って。あ、立候補制ではないんですけど、別に全員参加のやつなんですけど、可能性があるなら入れたいなと思ってやろうと思いました。そう雑誌にね出てみたくて、でポップティーンだから結構若い子向けが読んでるイメージあるから、ポップティーン10代とか人が読んでるイメージだから、だからね、その10代の方たちにも私を知っていただけたらなと思って参加します。55分なのでそろそろランキングを読みたいと思います。13位から読んでいきますね。読みます。13位、WY アットマーク影の守護神エンジェルゾウシさん、ありがとうございます。12位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。11位、としのりさん、ありがとうございます。10位、バトニーさん、ありがとうございます。9位、香港の春間アットマーク強化おいしさん、ありがとうございます。8位、高雪さん、ありがとうございます。7位、元気さん、ありがとうございます。6位、ショートさん、ありがとうございます。5位、ジョークスノーさん、ありがとうございます。4位、優しくするからさん、ありがとうございます。3位、にゃこっとまく明日から強化おしいさん、ありがとうございます。2位、くじのだいごさん、ありがとうございます。そして1位がはかたばりかたまあっとまく強化軍団さん、ありがとうございます。ありがとう。噛んじゃった。
大丈夫だよね、時間。オッケー、あと3分ある。なので、ぜひ、パートフェスみんなで頑張りましょう。ね、コギメンがね10位に入ったからね、ちょっとこれからのそのグッズが多分ね増えないかな、増えると思うんだよね。楽しみ。まずね一番くじが出るのがね楽しみでしょ。違うわ、6月は下旬にアプリが配信されるから、まずアプリでしょ、その次が一番くじかな、多分9月頃だと思うんだよね。で、そうそう、カフェもできるかも、そうカフェもできるかもだし、グッズも増えそう。モップくんも増えてほしいな。だって今回21位でしょ。いや増えると信じてる。一番くじね、今年はねかぶんないように。去年はボールが2個かぶっちゃったんですよ。めっちゃいっぱいある中からさ、もう全然ね、あ出てなかったの。普通に買いに行ったのが早かったのか分かんないけど、なんかいっぱいあって、その中から取ったのにまさかの、しかもねボール2種類あって、赤と青あったのかな、なのにね同じ赤を2個引くっていう、びっくりした。だから今年こそは違うのを引きたい、普通にコギブンのを引きたい。コギブンのが欲しいから、ほんとだからちょっと今年の一番くじはコギメンのが弾けるように。何回かしたいな。ボール、またボール引いちゃったらもうやばい。違うのが弾きたい、ボール以外が欲しい。そろそろだ、そろそろ多分切れちゃうかな、59分だから。あともう5秒ぐらいで切れちゃう。じゃあそろそろ切れちゃうので、ありがとうございました。おやすみなさい、バイバイ、おやすみ。おやすみなさい。